皆様、こんにちは。カーボンニュートラル推進本部総括企画チームの深井と申します。本日はご参加いただきありがとうございます。昨年11月に第1回のカーボンニュートラル資源フォーラムを開催いたしまして、多くのご参加を得たところですけれども、本日もですね、多くのご参加をいただいております。で、改めてですね、カーボンニュートラルへのですね、関心の高さを感じているところでございます。本日は第2回ということで、ステークホルダーエンゲージメントをテーマとしてですね、各分野で実務に携わっていらっしゃる方々にご講演をいただきますけれども、その前にですね、ジョグメックのカーボンニュートラルへの取り組みですとか、最近の動きについて紹介をいたします。はい、こちら面積になります。はい、これまでの歩みということで、こちらはですね、環境や気候変動に対するですね、ジョグメックのこれまでの取り組みについて示したものになります。2015年の国連における SDGs のですね、採択を皮切りに、ジョグメックにおいても SDGs への取り組み方針ですとか、技術事業戦略といったものを公表しております。また2020年の10月には、我が国が2050年までにカーボンニュートラルを目指す2050年カーボンニュートラル宣言がありました。ジョグメックとしてもカーボンニュートラルに向けた取り組みを加速させるべく、カーボンニュートラルイニシアチブというものを2011年の4月に公表しております。その後ですね、2021年の10月にはエネルギー基本計画の改定がございまして、それを実現せしめるための一つの手段とするために、今年、ジョグメック法の改正が行われております。はい、今出てまいりました、イニシアチブについて、ですけれども、ジョグメックによるですね、カーボンニュートラルの取り組みというのは、ジョグメックにとって最大のミッションである資源エネルギーの安定供給確保に資するものであることが前提となります。で、この安定供給の確保と整合的かつ調和の取れたカーボンニュートラルの取り組みを積極的に推進、促進していく方針としています。その観点からですね、クリーンな資源エネルギーへの取り組み強化、脱炭素燃料技術への取り組み強化、そして脱炭素化に必要な制度整備への貢献という3つの基本方針を掲げております。で、クリーンな資源エネルギーへの取り組み強化においてはですね、化石燃料開発における CO2 排出量削減の支援ですとか、低炭素エネルギーである LNG に対する支援強化、再生可能エネルギーである地熱資源の開発促進、カーボンニュートラル社会を支える金属鉱物資源の安定供給などの取り組みを進めています。また、左下ですね、脱炭素燃料技術への取り組み強化においては、水素やアンモニアについてサプライチェーンの構築や、市場拡大への支援、CCS に対する包括的な支援も行っています。加えて、脱炭素化に必要な制度整備への貢献では、CCS 関連での技術的知見を中心として、国内外で検討、整備される制度やルール作りにも積極的に関与することで、適切なルール作りにも貢献していきます。以上を踏まえて、ジョグメックの最近の動きを2つ紹介いたします。はい、1つ目ですけれども、イニシアチブにおける脱炭素化に必要な制度整備への貢献に関するものになります。ジョグメックではですね、スライドにある通り、CCS ガイドラインと GHGCI ガイドラインという2つのガイドラインを公表しております。CCS ガイドラインは、CCS を行う際に実際にどれだけ CO2 を貯留できたか、つまり CO2 の削減量を評価するためのガイドラインとなります。また、GHGCI ガイドラインは、LNG や水素、アンモニアといった燃料の製造プロセスにおける GHG 排出量を評価するためのガイドラインになっています。これらのガイドラインを参照いただくことで、排出量などについて、より最適な算定を行えるよう工夫しています。
続いて最近の動きの2つ目は除去法の改正についてです。過去長きにわたり、資源エネルギーの安定供給を担ってきた組織として、今後ジョグメックは、カーボンニュートラル社会の実現に向けて供給構造の転換を後押ししてまいります。具体的にはですね、再生可能エネルギーの導入促進として国内の洋上風力の導入促進のための、海底地盤調査などを行い、いわゆるセントラル方式と呼ばれる役割を担います。また、海外における地熱開発プロジェクトへの出資も行えるようになり、出資を通じて、国内での、地熱開発プロジェクトに必要な技術の獲得をしていきます。そして、水素アンモニアなどの脱炭素燃料の利用促進として水素アンモニアなどの、製造プロジェクトですとか貯蔵プロジェクトへのリスクマネー供給、具体的には出資や債務保証といったことが可能となります。さらに CCS の利用のために、やはりリスクマネー供給が可能となります。以上、最近の動きとしてガイドライン及びジョグメック法改正に伴う新たな機能について、紹介いたしました。個別具体的な案件をご検討になっているとか、ガイドラインについてより詳しく知りたいといった場合にはですね、ぜひお問い合わせいただければ幸いです。はい。そして、以上を踏まえて本日のテーマについてになります。プロジェクトを進めていく上ではですね、従来よりプロジェクトの関係者、つまりステークホルダーとの関係が大切なものとなってきました。再生可能エネルギーの導入促進や脱炭素燃料の利用促進というのは、まさにこれから発展していくものであります。つまり社会においてまだあまり馴染みのない面もあることから、ステークホルダーマネジメントというのが重要になってくると考えられます。プロジェクトマネジメントについてですね、見てみますと、一般的にプロジェクトマネジメントの要素というのは10個あるというふうに言われております。まずはそのプロジェクトのですね、三大制約と呼ばれるコストとスケジュールとスコープ、そしてその他の構成要素となる調達、コミュニケーション、リスク、資源、品質、ステークホルダー、そしてこれらの要素をですね、まとめて考える統合と、これら10個の要素を見ていくことがプロジェクトマネジメントになります。その要素の一つであるステークホルダーは、その一部をここに示しておりますけれども非常に多岐にわたります。これらのステークホルダーは、立場もですね、考え方も異なるものです。こうしたステークホルダーを特定した上で、ステークホルダーの思いを分析し適切にコミュニケーションを取り、ステークホルダーに関与していってもらうということがプロジェクトを進める上で大切になってきます。そのような観点から本日のテーマを設定しておりますが、具体的な事例を含めた含めてですね、ご講演いただきますので、皆様の業務にも役立てていただければと思います。はい、最後になりますが、本日ご説明したジョグメックの取り組みというのはカーボンニュートラル専用ページですとか、資源開発技術をですね、紹介する資源未来開発のサイトなどでもご覧いただけますので、より詳細をご知りになりたい方はぜひアクセスしてみてください。またですね、個別具体的な案件に関するご相談などございましたら、こちらのアドレスまでお気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、以上オープニングとして最近の動きをご紹介いたしました。ご清聴ありがとうございました。